ムズインベントリー勝ちモード、ユリタマ、貸してあげる。あんた可愛い顔してるから。ユリ様、そんなすごいもの。あんた塔に登りたいんじゃないの？まさか本当にお貸しになるとは。はあ？あんたが貸せって言ったんでしょ。ボール終わったらすぐお返しします。あんたはまず自分の命を守ることだけを考えなさい。はい。ユリ様、まさかあの少年に一目惚れ。てっ、うっさい。では本気で非選別者が塔を変えてくれるとでも？バッカじゃないの。私が退屈嫌いって知ってるでしょ。それだけ。実は一つだけこのテストに受かる道がある。手助けすれば失格となります。じゃあこのまま死なせろって。それも彼が選んだ道。どけヘド。ずいぶんな口の利き方ですね。黙れ管理人だろうと。私は、ま、待ってください。ユリ様、放て。あれが正解なんです。どういうこと。あの白い蝶ウナギから逃げ切るのは不可能。ならば逃げずに立ち向かい口の中に飛び込むしかない。死の恐怖に打ち勝つこと、それがこのテストの答えです。刺したの？口の中に入って。答えを知ってたならなんで教えてあげないのよ。答えが分かっても普通はそんなバカな行動はできない。でも少年には死の恐怖を凌駕する何かが、恐怖に立ち向かえる何かがあの少年にはあった。テストはまだ始まってもいませんよ。どうなってるの？なんでボールが割れないのよ。そう私に言われましても。あんた何を企んでるの？バレろ、バレろ。そこで何してるの？待って、今そっちに行く。そっか、じゃあ何も覚えてないのね。それは怖いよね。けどもう大丈夫。私がついて。私は星が見たいの。星？塔の頂上にはね、空というものが広がっていて、それはそれは綺麗な星が無数に輝いているんですって。それってナエルみたいなもの。そんな言葉どこで覚えたの？あ、我ら。夜、私はね、もうこんな暗い世界はうんざりなの。バレロン、バレロン。行くな、ラエル。バレロン。
少し騒ぎすぎたようですね。まずい、もう逃げろ新入り。逃げなさい、早く逃げて。おい新入り、黒の三月に喋りかけろ。力を貸してくれって。デバン、頭おかしいんじゃないの。あの刀は私。いいから早くやれ。お願い、力を貸して。少年、塔を登る力を貸せというのだな。違います。うん、塔なんてどうでもいい。お願いです、僕がラヘルに会うために力を貸してください。つまんない男ね。けどその可愛い顔に免じて力を貸そう、今回だけな。何？え、私がいくら念じても指導しなかったのって、あいつがただの男好きだったから。そうよ、女はさっさと消えなさい。党に伝わる迷信が本当だったとは、なんか納得いかない。割れた。え、どうなってんの。わかりませんか。次の階に行ったんですよ。どうするんですか。あいつが黒の三月を持ったままだなんて。返してもらいに行けばいいのよ。え、追いかけるわよ。しかし塔へ登る試験会場に入るのは我々は禁じられていて。うっさい。面白いことがない人生なんてクソくらいよ。あ、さっさと仕事しなさい、案内に。待って、なかなか面白い催しでしたね。